タブロ・ピカソは20世紀を代表するスペインの画家、彫刻家、版画家であり、最も影響力のある芸術家の一人です。1881年にスペインのマラガで生まれ、1973年にフランスのムージャンで亡くなりました。ピカソは多様なスタイルと技法を駆使し、現代美術の発展に大きな影響を与えました。彼の作品は、 以下のような主要な芸術的な時期やスタイルに分類されます。青の時代1901年、1904年、この時期の作品は、青や青緑のトーンが支配的で、社会的な苦悩や孤独感をテーマにしたものが多いです。例えば、青い時代の自画像や生命の悲しみがこの時期の作品です。バラ色の時代1904年、1906年、青の時代から移行し、 より暖かい色合いが特徴です。この時期の作品では、サーカスの芸人や若い美術家たちが描かれることが多いです。家族の楽団などが代表作です。キュビスム、1907年、1917年、ピカソとジョルジュ、ブラックが共同で開発したスタイルで、物体を非科学的な形に分解し、複数の視点から同時に描写します。アビニョンの娘たちや、 レンガのあるラフなどがこの時期の代表作です。古典主義とシュルレアリスム1917年1930年代ピカソはこの時期に古典主義的な要素やシュルレアリスム超現実主義の影響を受けた作品も作成しました。彼のアリエルや無双家たちはこのスタイルの一部です。後期作品1930年代1973年この時期 ピカソは様々なスタイルを融合させ、自由で実験的な表現を追求しました。彼の「ゲルニカ」などは、スペイン内戦の痛ましい状況を反映した重要な作品です。ピカソはまた、彫刻や陶芸、版画など、多様なメディアでも活躍しました。彼の作品は、形式やスタイルに対する革新的なアプローチを示しており、その影響は現代美術の多くの分野に及びます。 小さな丸帽子をこむって座る女性、1942年は、タブロ、ピカソによる油彩作品です。この絵画は、ピカソの戦時中の作品で、彼のスタイルやテーマがどう変化していたかを示す一例です。作成時期と背景、1942年は第二次世界大戦の真っただ中で、ピカソはフランスに住んでいました。この時期の作品には、 戦争の影響や社会的な状況が反映されていることが多いですが、小さな丸帽子をこむって座る女性は比較的静かな個人的な表現が見られます。スタイル、この作品はピカソの後期のスタイルであるネオクラシックやシュルレアリスムの影響が見られることが特徴です。特に女性の描き方には古典的な形態と抽象的な要素が融合しています。ピカソは しばしば抽象化や簡略化を用いて人物の特徴を強調しますが、この作品もその一例です。構図と色彩、女性は小さな丸帽子をかぶり、カンバスの中央に座っています。彼女の姿勢や帽子の形、色使いはピカソの特有のスタイルで描かれており、装飾的かつ表現力豊かです。色彩は比較的シンプルで、落ち着いたトーンが使われており、 全体的に穏やかな印象を与えます小さな丸帽子をこむって座る女性は、ピカソの多様な表現方法と彼のキャリアの一端を示す重要な作品であり、彼の美術的な探求と個人的なスタイルを理解する上で貴重な一枚です。女性の胸像1942年は、タブロピカソによる油彩作品で、彼の戦時中の作風を反映しています。 この作品はピカソの特有のスタイルと技法が顕著に現れた一例であり、彼の創造的なアプローチが色濃く示されています。作成時期と背景、1942年は第二次世界大戦中でピカソはフランスに住んでいました。この時期の作品には戦争や社会的な状況が間接的に影響を与えていることが多いですが、女性の共像は比較的個人的で性質な表現が見られます。この作品は ピカソのネオクラシックスタイルやシュルレアリスムスタイルの影響を受けた時期のものです。ピカソは女性の胸像を描く際に古典的な要素を取り入れながらも彼独自の抽象的なアプローチを用いています。形状や線の使い方、色の選択においてピカソらしい個性的な表現が見られます。胸像の描写はシンプルでありながらも強い存在感を持っています。ピカソは 女性の胸像をコンパクトな構図で描き、明瞭な線と色彩を用いています。色彩は穏やかで控えめですが、全体のバランスが取れており、ピカソの洗練された感覚が反映されています。女性の胸像1942年は、タブロ、ピカソによる油彩作品で、彼の戦時中の作風を反映しています。この作品は、ピカソの特有のスタイルと技法が顕著に現れた一例であり、 彼の創造的なアプローチが色濃く示されています。作成時期と背景、1942年は第二次世界大戦中でピカソはフランスに住んでいました。この時期の作品には戦争や社会的な状況が間接的に影響を与えていることが多いですが、女性の胸像は比較的個人的で性質な表現が見られます。この作品は、ウィカソのネオクラシックスタイルや、 シュルレアリスムスタイルの影響を受けた時期のものです。ピカソは女性の胸像を描く際に古典的な要素を取り入れながらも彼独自の抽象的なアプローチを用いています。形状や線の使い方、色の選択においてピカソらしい個性的な表現が見られます。胸像の描写はシンプルでありながらも強い存在感を持っています。ピカソは女性の胸像をコンパクトな構図で描き、 明瞭な線と色彩を用いています色彩は穏やかで控えめですが全体のバランスが取れておりピカソの洗練された感覚が反映されていますこの作品はピカソの女性像に対する独自の視点を示しています表像の描写は彼が古典的なテーマをどのように現代的に再解釈したかを示しており女性の姿勢や顔の表情は彼の個人的なスタイルで表現されていますまた 戦時中という厳しい時代背景の中でも、ピカソは美術を通じて内面的な探求を続けていたことが伺えます。イウチコレクション。小さな丸帽子をこむって座る女性を、女性の胸像はイウチコレクションから帰宅されており、イウチコレクションは日本の重要な美術コレクションの一つです。イウチコレクションには、ピカソをはじめとする多くの著名な芸術家の作品が含まれており、 その収蔵品は国際的に高く評価されています。